everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。9月21日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。朝晩はねだいぶ涼しくなってですね気持ちいいんですけどね、夕方になるとですね王子のね足がムレムレになってね結構ね靴ね脱ぐとねいい匂いしてんだよね。滑り王子マスクマンです。はい、今日は中秋の名月、お月見の日ですけれども残念ながら名古屋曇ってて月が見えません。がっかりな味噌煮込みスキーと今日ですね、まあ、お月見ということで、雨がこちら降ってましてね。いやー、今日のこの雨でですね、いや、せっかくですね、お月見ができるかなと思ったけども、できなくて、まあ仕方ないから、かじるバターアイスでも食べようかなと思ったダンサーズでございます。アイスクリーム好きだね。あれ抜けがけだね。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは風、ウィンド。今週のテーマは風、ウィンドです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya.qiu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya.qiu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今日は、名古屋は栄養コーナーがあります。22時19分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄のベニーモ丸焼き誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。先週のですね、コアレルで、まだありますのでゼニカタ警部からですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。7月5日にスマホに機種変更する前の4日にレンタルショップの駐車場で車に乗り込もうとした際に誤ってガラホをアスファルトに落として打ち所が悪く、翌日の朝相手からの話し声は聞こえるのですが、私からの話は相手に通じず、携帯ショップに行ったところ、故障して壊れたことが分かりました。あら、落としちゃったんですね。スマホに機種変更したのですが、後日、引き取りの時に出費は痛かったですね。その前には、5月中旬に、美濃和さんのお店で飲んだ後、自宅に入るまではガラホはあったのですが、深夜に目が覚めたら神隠しにあったかのごとくガラホを紛失してしまいました。ああ、なくしちゃったんだ。連鎖反応で7月にアクシデントを起こすとは思わなかったですね、ということでございます。悪いことが続いちゃったってことですね。本当ですね。電話入ってなかったの。そうですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。えー、
ダンサーズさん、みそさん、世界の滑り王子、こんばんは、シュプリームです。あ、世界になっちゃったんだ。本当だね。世界の滑り王子だって。はい。テーマ、壊れる、壊れた。はい、拳を握って、腕枕のように右耳に当てて寝たからなのか、天候不順で自律神経が狂っているからなのか、鼻炎からの外耳炎なのか、原因はわからないですが、右耳がぶっ壊れ、今朝からほぼ聞こえていないです。これ先週の話ね。ほら、大変。大丈夫かな。不便といえば不便なのですが、2、3日もすれば治ると思うので我慢します。ではでは、左耳でバッチリ聞かせていただきます、うん、っていうことなんですけど、どうなったんでしょうね。今週聞こえてるのかな、うん、大丈夫かな。でもね、急性のなんか、ありますよね。ちょっと、聞こえづらくなる難聴、うん。あります、あります、難聴、うん。で、それね、早くね、病院に行って処置しないと、うん、後遺症が残るって言われてますので、病院に、ね、うん、行かれた方がいいと思うんですけど、ね、ちょっと心配ですね、うん、病院に行ってください。はいはい、続いてですね、はい、こちらも壊れるできています、はい、泉さんの特急サザンさんからです、僕がよく壊すのはイヤホン、特にコード式のイヤホンをよく壊します。コードをテーブルの角に引っ掛けたりドアノブに引っ掛けたりしてコードを断線してよく壊します。もちろん Bluetooth も持っていますが、充電中は使えないので、コード式のイヤホンを使います。よく壊すので、今は100均で購入したイヤホンを使っています。安く済むし、電化製品店に行かなくても近くの100均で購入できるのが嬉しいですね。ということでございます。そうだよね。でもその、なんていうのかな、機能的なところはね、使ったことがないからわからないんですけど、うん、この電化製品の高いのと100均のって差があるんですかね。やっぱりなんか音質が違うとかね、細かいことはあるでしょうけどね。うん、はいはい、でもね、やっぱりね、高くてもなくしちゃったら心配ですね。うん、そうですよね。王子で、でもね、すぐどこに置いたか忘れちゃうからね。最近本当にそうなんだよね。あら、大丈夫、うん、王子若いのにまだ。そうだよね。ほんいつもね、メガネがね、どこに置いたかわからなくなっちゃって。自分の頭の上にあったりする。正直あるんだよね。うん、早いな、まだ。まだまだ。文字の場合見えなくてトークを紛失するよね。あ、そうなの？東北も行方不明だね。あ、そうでございますか。ありがとうございます。はい、では、いきますね。はい。先週のテーマで、壊れる壊れたでいきます。うん、関西から、品場もろともです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、ミルマスカラスさん、こんばんは。今日、マスクはね、マスク誰か送ってくれないかな。さて、壊れる壊れたですが、思いつくのは人間関係ですかね。人間関係って構築するのは時間がかかるけど、壊れるのは一瞬ですよね。仕事でもプライベートでもいろんなお付き合いがありますが、いくつか相手に不信感を感じるステージがあって、例えばコンプライアンスに触れるとステージが下がって、時間にルーズだとステージが一つ下がって、お金にルーズだとさらに下がって、といった感じですかね。壊れても元に戻る可能性はゼロじゃないけど、相当な年数と実績が必要になるのでほぼ不可能なんですよねっていうことです。ああ、うん、なんか深いというか、うん、なんかあったんですかね最近、うん、なかなかね、それはね、相手がねいることだからね、うんうん、この波長が合わないって場合もありますし、うん、なかなかね、うまくいってそうで急にあれそんなのみたいなね、なんか私悪いことしたみたいなね、うん、そういう時もあるんですけど、うん、やっぱりこう波長が合う合わないってのはあるかもしれないですね。うん、ね、まあ王子の場合は大体敬遠されてますけどね。っていうよりなんかね、うん、波長が違ってても気がつかないでしょ。うん、全然いつも大体フレンドリーにね言ってるから、すごくみんなね仲良しにしてくれるなと思いながら、うん、本心は違うっていうね。そういうことがあるんじゃないかな。ねえ、波長ね。波長。だからタンバリンを武美さんに取られるんだよ。いや、あれは素晴らしかったよ。あれも、あれは王子がちゃんと合ってると思ってるけど、うん、実はリズムが外れてたってやつでしょ。え、そうなの？あれ、ほら気づいてない。あれは、ほんとにね、近年なく素晴らしいね、タンバリンがね、叩けたと思ってね。うん、いきなり下手くそって言われてね。ほらもう波長どころかリズムも合ってない。持ってかれたからね。びっくりしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、もう一ついきますね。はい、フルムン新一さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。壊れた。
趣味で古いものを集めているので、友人知人から壊れたものをいただくことが多いです。ブラウン管テレビや古いオーディオなどからよくわからない小道具まで様々ですが、中でも一番高価なのが1962年のアメリカ製ピンボール。現在動かないので修理できる人を探しています。ということで。おー、ピンボール。ねえ。うん、すごい。あれ、もしかしたらそれ、日本人の方じゃなくして外人さんしか直せないとかっていうパターンじゃない？ね、でもどっか世界には技術者がいるんでしょうね。うん、ただなかなかね、その方がそこに来て直すっていうのも難しいですしね。そういう方に巡り合えるのもね。うん、そう。で、たまたまね、そういう方がね、いらっしゃるとね、ね、あ、直してとかって言えるんですけど、ね、なかなか、ね、自分で探そうと、ね、まあ今はあれかな、SNS でね。ね、いろいろね、問いかけるとね。情報を発信して。はい。ね、ですね。治るといいですけどね。そうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今週のテーマ、風邪でいきたいと思います。はい。お願いします。はい。対名古屋チームの皆さん、こんばんは。ふしゃぎ餅を食べ過ぎているアレックスです。あら、あら。あら。いいですね。沖縄のね、うん、お月見はふしゃぎなんですよ、うん。食べてみたい。はい。昔、うちが小学生の時、妹が台風の風に乗って浮くのを2回ほど見ました。え台風の風に乗っちゃったの？今は、細いなりに体重も増えているので妹が浮いているのは見たことないですが、しかし6歳の甥っ子が細くて軽いから浮くんじゃないかなと期待しています。なかなかですね、この軽くてっていう風で人間浮くのかしら。すごい。すごい。なんか竜巻のようにあれじゃない、あの突風じゃないとね、あの体が持ってかれるってことがありますけど、浮くっていうのは結構なもんですよ。すごい、なんかね、うん、漫画の世界ですよね。あのちょっとそれ見に行きたいな、アレックスさんのところにね、あの王子ちょっとそこでね、間近で見てみたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いきますね。はい。おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ風。車の窓を開けて風を受けて走るのが気持ちよくて好きですね。特に沖縄で海沿いを風を感じながらのドライブは最高ですね。今日は中秋の名月、仕事からの帰りは雲に覆われていましたが、今空を見上げたら雲が取れ美しい月が見えていました。名古屋はいかがですか、ということ。そう、ギリギリまでね、実は見てたんですけど、うん、雲がだいぶ薄くはなってきたんですけど、月が見えなかったな。王子見た？見てない。見てないです、ね。うん、雨は上がりましたけどね。そうですね。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、シュープリムさんからです。はい、ありがとうございます。今週のテーマですね。はい、はい、今週のテーマの風です。はい、ダンサーさん、みそさん、世界の滑り王子、こんばんは。いつの間にか世界になってるよね。そうだね、先週から世界って書いてたんだね。はい、ありがとうございます。風といえば、松田聖子さんの風立ちぬ、八代亜紀、今日から私はあの世の旅人、これそんな歌があるのかな。あ、ちょ、風立ちぬでしょ。うん、風立ちぬって八代亜紀、松田聖子さんの歌よ。うん、うん、ね、でしょ、うん、ね、風立ちぬ八代亜紀、今日から私はあの世の旅人。あ、なになんか替え歌になってるのね。あ、そういうことか。うん、の、風立ちぬですね。はい、秋になったら聴きたくなりますね。ちなみに王子は八代亜紀さんと秋田紀城さんのどちらの素顔が見てみたいですか。王子はね、秋対決になってる。うん、あの王子はね、あのね、あのアンジェラ秋が見てみたいな。そっちの秋か。うん、あのちょっと個性的な顔見てみたいね。あの、いや、以上、王子はですね、その素顔、まあまあどちらでもいいですよ。八代亜紀さんでもね、秋田紀城さんでもね、まあ一応ね、あの芸能界のスターですから、うん、ね、はい、まあどちらでも受け入れますよ。あ、いいですか。はい。王子のトークに飽きた。は？何？王子のトークに飽きた。ああ、そういう意味ね。はい。
はい。なんか、とうとう、なんか秋風が吹いてきた、うん、このスタジオに。というかね、うん、あの、今、すごく冷たい風が来たってことは、ダンサーズ滑った?うん、なんかね、秋風がどうもね。はい。ということでね、あの、ツイキャスでですね、はい、岐阜 AA365 さん。はい。犬山にピンホール直す方、見えますよ。ピンポール直す方、見えますよって。はい。え、ねえ。あ、ぜひ。ぜひ。ぜひ。でも沖縄なんですけど。あ、沖縄なんですけど、できるんですかね。できるですかね。出張とか大変そうだけど。はい。あ、でも、全国にはやっぱり。はい。いる、いらっしゃるんですね。かなと思いますね。あの、なんかツイキャスで、はい、品場もろともさんが、はい、真ん中の方が味噌煮込み好きさんですよって、なんか嘘を教えてるんですけど、はい、大丈夫ですかね。ツイキャスで。はい。あら。ということです、ね。はい。じゃあ、名古屋 CM の後は。はい。名古屋エール。はい。ですね。はい。お願いします。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。あの、みそ、ちょっといい?何?はい、ちょっと一言だけ。はい。あの、ツイキャスでね、ギネスさんがね、はい、あの、王子、ネタも滑りまくってますよって言われてるんだけど、はい、王子ね、ネタ仕込んでないよ。うん、あの、いつも。至って真面目に言ってるんだよね。そう、いつもナチュラルにやってますんで。はい。名古屋英語コーナーでございます。はい、もう、コーナーの腰折るのやめて。はい。名古屋は栄養コーナー。今日はですね、はい、中秋の名月ということで、お月見のお話なんですけれども、はい、この名古屋ではね、ですね、はい、お月見泥棒という風習がありまして、うん、はい、で、これでも実はですね、最近、ちょっとこちらの方では流行ったっていうか、その、どん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 、ね、文化が、そういう文化が
ね、あの、愛知県の郊外の方からですね、名古屋市内の方へっていう感じで伝わってきてるんですけれども、ね、玄関ピンポンとして、で、あの、お月見泥棒に来ましたというふうにして、お菓子をね、こう渡すんですけれど、ただ最近やっぱり一軒一軒こうお菓子をっていうのはまた大変なので、もうそのお月見泥棒の風習が根付いた頃には、もう玄関先にあの箱の中にあのお月見泥棒さんへお菓子を一つずつどうぞっていう形でね、そういう感じであのお菓子を、まあお団子の代わりにお菓子を渡すっていう風習ができましたね。うん、で、あれマスクマンのところもそういう風習あります？ありますね。あの結構うん、今日はでもねあれじゃないですかね、天気も悪いし、天気も悪いからで、ここ最近ですね、やはりコロナ禍でちょっとね、その風習もちょっと控えめになってるのかな。そうですね、あの学校からもですね、多分そういう案内があって、その長い時間はやめましょうとか、うん、夜遅い時間とか ね、対面でそのお菓子をもらうとかじゃなくして、で玄関先にあのお菓子をもう置いてですね、それで箱になったっていうのもあるんですね。でそこからもあのまあね、一個ずつもらっていってもどうぞっていう感じだと思うんですけど ね、 ね、で今日ですね、まあお月見団子を買いに行ったんですけれども、はい、その和菓子屋さんの店頭でもそういう風にですね、あのお菓子が置いてあって、こうお店の人もね、その家庭だけじゃなくてお店の人もこうやってやってるんだなと思うと、ちょっとほっこりした気分になりましたね、うん、ということで、はい、短いですけれども、はい、今日はお月見泥棒の話でした。はい、R&K のパパさんが、はい、トリックアトリートだっていうことで、そうなんですね、うん、ちょっとハロウィンみたいな、なちこさんも言ってね、ハロウィンみたいな感じ、ね、まあ和風ハロウィンですよね。和風ハロウィンってか、和製ハロウィンですよね。そうですね。ね。はい。10月にもし、お月見があったら、なんか2回そんな感じの行事があるっていう感じになりますよね。そうですね。ね。はい。はい。そんな風習がありますよ。はい、あ、ヒカルさんが、王子は普段の仕事中も滑りまくりですかって。いや、滑ってないよ。至って真面目ですよ。真っ白いキャンディーさんが、素なんだ。天才だって。いやもう全然これナチュラルな感じですね。はい。あ、カンプボーイさんがね、なんか名古屋って開店祝いの花が全部なくなったら繁盛するってお店が、あ、話を聞いたことがあるんだけど。本当そうですね。うん、あ、大体。あれって泥棒じゃないの？あれはですね、うですね、うん、店主さんが、まあね、うん、みんな持って行ってって、うんうん。やっぱり本当にそれが、ね、早くなくなると繁盛するっていう、ね。そう、そういうパターンがありましてですね。うん、そうか、ね。他の県の人から見たら花泥棒ですよね、でも。それをね。うん、うまく活用するのが、王子得意でしてね。うん、はい、うん。そういう回転のお花、ね、王子持って行ってもいいよって言って、はい、たくさん持って行って、うん、はい、ね、キャバクラのお姉さんに持っていくと、とっても受けがいいっていう。え、そう。地獄を見るわよ。そういうのダメ？小勝からもしさんがね、お月見泥棒、犯人は王子ですかって。じゃ、泥棒じゃないんだって。泥棒じゃないんだって、本当に。で、それはもう、ね、子供たちのために、ね、はい、そういう行事ですもんね。ね、行事ですもんね。はい。はい、はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。もうとってもありがたいメールが来てますよ。はい。マンタキーラジオのみなこです。ありがとうございます。先週ありがとうございました。ありがとうございました。先週ありがとうございました。王子からの甘いお言葉、恥ずかしくて、ツンデレしてしまいました。ツンデレだったんだ。ツンデレだったの？うん、今夜も王子の金メダル並みの滑りを楽しみにしています。あのね、滑ってるかな、金メダル級ではないと思いますけどね、うん、一応滑ってないんですけど、きちっとしてますのでね、美奈子さんからですね、この風のテーマでも来てますので、はい、これね、もう王子がね、はい、フリートークで言おうかなと思ったことで、ね、はい、そのままメールでいただきましたんで、はい、風といえば、はい、私が中学校1年生までは制服のスカートはロングでした。お、高校2年生あたりからだんだん短くなってきましたが、後輩の時代はさらに短くなってて、
風が吹いたらスカートがめくれて王子が嬉しい場面が多かったね。そうなんだよね。この制服で強風の中歩いたら世界の王子は嬉しいでしょうね。当たり前でしょう。もうね、この話をね、フリートークでね、お話ししようかなと思ったの。もう風が強い時はね、あらまあ、もういやもうそういうフリートークが来ると思って今日は名古屋栄養コーナーにしたんだよ。はい、え、ね、タイトスカートダメですよ。フレアスカートってのこういうひらひらしてるようなね。そのこだわり何？それじゃないと、あら、はい、何あれってもうそれがね本当にね、うん、もう王子ね、はい、もうまあ目の保養になってしょうがないんだけどね、美奈子さんね。はい。もういいかな。もういいかな。今日はね、はい、あれですよ、美奈子さんね、ダイヤモンドメダル級ですよ、あなたのメールは。ありがとうございます。お引き取りください。いや、そうそう、すすきがなんで揺れてるかって話なんですけど、はい、スタジオの、はい。実はですね、やはり、まあ、こういうご時世なので、すごい換気をしていまして、はい、今すごい扇風機でガンガンに風当ててね、はい、スタジオ換気してるので、それですすきが揺れてるわけです。みんな間違いない。王子のハンドパワーではありません。だよね。はい。はい。じゃあ、もう一ついきますね。はい。はい。名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。南大東島のあんつばです。ありがとうございます。テーマ風。小学生の頃、学校に登校してから台風が接近し、途中で授業が中止になり、帰宅になった時はみんなで、やったーと喜んでましたね。ただ、自宅は島の北側にあるので、北寄りの強風で自転車が前に進まず、いつもの倍の時間かかって家に帰ってました。帰宅してからは風に向かって体をどれぐらい預けられるか兄弟で勝負していましたよって。すごいですね、うん、風に向かって傾けられるか、うん、どれぐらい傾けられるかか、うんうん、なかなか、ね、なかなかなんですやっぱり風が強いからできるんでしょうね、うん、そうですね、こういうのはい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングです。はい、来週のテーマは怖い。来週のテーマは怖いです。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。サーエーさん、ほぼ初見ですということで、2回目ですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。こんな感じだけど、どう？あ、甘神子さんも初見です。こんばんは、ということで。うん、ちゃんとしたこの教育番組としてやってますので、王子のトークも、あれでしょ？きちっとしてるでしょ？いや、もうきちっとしてるかどうかはね、リスナーの皆さんに判断してもらうということで。はい。はい。では、また来週ですね。来週ですね。来週も聞いてね。閉店。ガランガラはい、はい、今週も聞きくださいましてありがとうございました。フリタンさんもわー、出遅れたって書いてありますけど、はい、また来週もよろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。はい、どんどんね、はい、メールをね、送ってくださいね。王子がね、いじっていじっていじりまくってあげますからね。いやだ、怖いよ。お黙り。でもね、まだね、今週紹介しきれてないメールあるので、またね、来週紹介したいと思います。ありがとうございました。また来週です。はい、また来週。来週は怖いです。え